YouTube をご覧の皆様、こんにちは、野沢です。さあ、本日でボリューム4ということで、一番最初は体幹、2回目も体幹という形で、さらに体幹の効力を上げるというところで、ボリューム3、肩甲骨の重要性というところで少しお話とトレーニングさせていただきました。さあ、スノーボード、スキー、他のスポーツでももちろん大事なんですけれども、今日は股関節の重要性プラストレーニングを紹介したいと思います。まず股関節ですけれども、ここに骨盤があって、で骨盤のところに足の骨がポコッと入っています。これでお尻の筋肉が弱かったり働きづらい状態になると、少し骨が横にスライドしてしまって、股関節で詰まりというものが出やすくなってしまいます。お尻の筋肉がしっかり働いていると、お尻の筋肉基本的にこの足の骨に付着しているので、強いとギュッと寄せてくれる動きになって、しっかり骨盤にパコッとはまっている状態で本来の動きができるっていう動きになります。このお尻の筋肉、特に大きい大臀筋という筋肉ではなくて、横の足をつま先を外に向ける動きであったり、足を外に開くという外転外旋の動きを誘っている中臀筋であったり、深層外旋肋筋という筋肉が特に重要になってきます。今日はそのまず股関節の詰まりがあるかどうかのチェックと、あともう一つトレーニングを紹介して終わりたいと思います。じゃ、それではまず股関節の詰まりチェックのテストになります。仰向けでまず寝ていきます。まず仰向けに寝ていただいて、膝を抱えます。この状態で膝を自分の近くの方に寄せていきます。この近くに寄せたり、少し内側に入れた時に、股関節のあたりで嫌な感じだったり、あ、詰まってるなという感覚がある人は、まずこれが、あ、詰まりなんだなというものを認識してもらえればいいかなと思います。詰まらない人は非常に、いい状態ではありますので、そのままで結構です。で、この状態で引っ張っていった時に逆の足が浮いてくる人は、詰まりプラス硬い可能性もありますので気をつけてください。で、この詰まりに関してはトレーニングをして、もう一回今の同じ動きをすると、あ、少し詰まり軽くなったっていうものがもしかしたら体験してもらえるかもしれませんので、ぜひやってみてください。さあ、それではトレーニングを一つ紹介したいと思います。種目としてはリバースダイアゴナルレッグレイズということで、リバースというのはうつ伏せ、ダイアゴナルというのは斜めのという意味があります。レッグレイズというのは足を挙上といって上げるという意味がありますので、うつ伏せで斜めに足を上げるというものになります。それではまずやっていきます。まずうつ伏せになっていただいて、足をやや外に開きます。その状態で膝を少し曲げて、つま先を外に向けます。で、顔は足を曲げている方を向きます。この状態でお尻を、足を上げていく種目がリバースダイアゴナルレッグレイズという種目になります。この種目に関しては、上げていった時に腹筋が辛いという人がたまにいますが、この人に関してはもしかしたらお尻の筋肉も大きい大臀筋という筋肉がメインで働いていて、横の動きは少し苦手な傾向があるかもしれません。ぜひこの横の筋肉、中臀筋や深層外旋肋筋というものを鍛えて、さらに股関節の安定性であったり詰まりというものを改善してみてはどうでしょうか。回数としては10回2セットもしくは3セットを目安に行ってみてください。全てのトレーニングにおいて、基本的なトレーニングは早くやるというものではなくて、ゆっくりスピードをコントロールしてやるというものが大事になりますので、注意してやってみましょう。腰が痛い人は決して無理をしないようにしてみてください。それでは以上でボリューム4終わりたいと思います。次回ボリューム5楽しみにしていてください。ありがとうございました。